何か新しいことないかな。これより緊急の損壊を開会する。進行は我が息子ボースブルネンが務める。今度は逃げずに来たのね。逃げたりなんかしない。大事な時は。する災害と村に滞在する錬金術師との関連についてだ。竜の出現、奇妙な不良、どちらもこの錬金術師と連れの女が来てから怒っている。アンペルさんたちが災害の原因って決めつける理由はそれだけ？むちゃくちゃな言いがかりよ。こいつらは村や近隣の遺跡を探り歩いている。触れてはならないと思うところにも無作法に。そうだ、奴らは我々が遺跡を尊ぶ気持ちなど気にも留めず平気で踏み荒らそうとしておる。流星の古城にも何か細工して村の守護獣である竜を怒らせたに違いない。お、確かに今まで暴れたことなどなかった竜が急に暴れ出すなど明らかにおかしい。フィルッサやモンのことが言えればいいのに。奴は以前村の禁忌たる悪魔の野に踏み込もうとすらしておった。一体何を企んでおるのか。村
の禁忌を平気で踏みにじろうとするよそ者、これだけでも追放に等しいが、何よりもう一つ、錬金術という怪しいまじないだ。漁師に聞けば、不良に陥る前、ライザが作った蒔絵を湖に撒いたそうだが、間違いないな。それはその通りだけど、ちゃんと効き目は。しばらくは効き目もあったそうだが、やがて小魚一匹取れなくなったのは、みんなも知っての通りだ。あれは湖に外界の魔物が入ってきたからで、私の蒔絵とは関係ない。そんな絵空ごとを誰が信じる。怪しげな薬、いや毒をまいたせいで魚が消えたと考えるのが自然だ。そのライザの毒はどうやって作られたのか、そこにいる流れ者が授けた錬金術によってだ。ボース、あんたまさか錬金術を悪役に。竜を狂わせた遺跡の細工、魚を消した毒の調合、どちらにもその錬金術師が絡んでいる。なるほど、全ての元凶は私は。ここに流れ者二人の島からの追放、並びに村における錬金術の使用禁止を提案する。想像し、今まさに損壊の決議が出ようというところなのに。それどころじゃない、港に見たこともない巨大な魔物が現れたんだ。何？そんなバカな。ライザの言った通りだったな。竜騒ぎも私とは無関係だが、まあそれよりも、今こそ錬金術を役立てる時だよな。ライザ、行ってこい。任せて。